ここで森井が一旦落ち着かせます。指示を送りました。アウダが空いている。スリーポイント決まりました。アウダ2本目なるか。来ました。アウダが第1クォーターに続いて2本目のスリーポイント、4点差となっています。がスクリーンをかけるデクトンと斉藤というところ、中でおっとアウダが取りました。そしてボールもしっかり木原につないだ。アウダに入った。バックシュート決まっています。パスをする。中に入った。バーレル対アウダ、ここはアウダが手を出して結果的にスティールという形になりました。アウダがリバウンドを取った。チェンバースがアウダに渡す。勝負をするか。左手のシュートが決まりました。